日は大家さんと騒音トラブルその1ということで、実際に起きたトラブルのお話から、トラブルが発生した原因、そしてトラブルがどのように解決されたか、最後に大家さんと、大家さんとしてどのような対処法があるのかについてお話を聞いていこうと思います。本日は山下渡辺法律事務所の弁護士、原直義先生にお越しいただいております。原先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速お話を聞いていこうと思うのですが、原先生はこれまで建物賃貸業をする大家さんから様々なトラブルのご相談を受けてきたと思うのですが、最近はどのような相談を受けることが多いでしょうか。はい、以前からある話ではあるんですけども、やはり騒音トラブルというのは非常に多く質問として寄せられております。確かに多そうですよね。ただ騒音トラブルは家賃の滞納などと違って非常に解決方法が難しいという点を挙げることができます。どのような点が難しいポイントなのでしょうか。騒音トラブルは大家さんにとって実際に騒音を出している加害者である借主さんとの関係、次に騒音で被害を受けている借主さんとの関係、そして最後に実際にその騒音が受任限度を超えるものかの判断の難しさという大きく3つの問題が複合的に絡み合っているからです。様々なことを考えていかなければならないということですね。その通りです。実際の事案から問題点を整理していきたいと思います。まず加害者である借主さんを Y さん、隣人の借主であり被害者である借主さんのことを X さん、大家さんご自身を A さんとします。まず被害者である Y さんとの関係で見ますと、大家さん側の法的義務として賃貸借契約書上、契約と目的物の性質により定まった使用方法に従って目的物、要はお部屋ですね、お部屋を使用させる義務があります。すなわち、Y さん、借主さんの Y さん、被害者である Y さんとの関係では大家さんは加害者である X さんの迷惑行為を中止させるようする義務があることになります。次に加害者 Y さんは他の居住者の生活妨害となる行為をしないことが当然の前提として目次的、明示されてなくてもですね、書かれていなくても約定とされているものと認められるという裁判例がありまして、賃貸しているお部屋で迷惑行為を行わない法的な義務があるとされております。すなわち加害者である居住者 X さんは賃借人として迷惑行為を行ってはならない義務があるわけです。義務違反がある場合には大家の A さんとしては賃貸借契約を解除、終わらせるという意味ですね、ことができる可能性があることになります。そうすると騒音問題であれば加害者 X さんとの賃貸借契約を解除、すなわち終了させてしまえばよろしいのですね。はい、そうなのですが、ここから難しいのが騒音問題の特徴となってきます。生活している以上音は必ず出る、そして音についてはそれぞれ感じ方が異なり主観的な部分も非常に大きいということなんです。例えば被害者の Y さんとしては X さん、隣人の X さんがうるさいとクレームが出てくるかもしれません。ただ他の隣人さんからはうるさくないよ、そんなに X さんうるさいかなというような形でクレームもないということもよくあったりします。そうするとどのように騒音だと決めておけばいけばよろしいでしょうか。はい、法律的には騒音問題の特性により騒音について迷惑行為と言えるか否かは受任限度という言葉なんですけども、これを超えるか否かという判断になってきます。そして受任限度を超えるか否かについてはちょっと難しいんですけども、侵害行為の対応と程度、非侵害利益の性質と内容、侵害行為の公共性の内容と程度、被害の防止または軽減のために加害者が講じた措置の内容と程度について全体的な総合考察を必要とするとされています。これらの要素により受任限度を超えるか否かを判断することになりますが、
個別具体的な事情により判断が左右されることになります。全体的な総合考察、少し難しいですね。はい、法律家でもですね、非常にその判断が難しくなります。そこで裁判例ではありませんけども、行政機関が参考としている騒音についての基準がありますので、こちらを見ていきたいと思います。騒音に関する参考の基準としては、環境省より騒音に関する環境基準についてと示されている基準があります。環境基準は地域の類型や時間の区分などによって表に基準値の欄に掲げられておりまして、各類型を当てはめる、その地域というのは都道府県知事が指定することになってきます。例えばですね、もっぱら居住のように供される地域ですね。多分おそらく皆さんが住まわれているようなところだと思います。とか、主として居住のように供されている地域、A、B とかっていう区分になってくるんですけども、ここではお昼間であれば、45、夜間はそうですね、昼間であれば限度のレベルとしては55デシベル以下、そして夜間であれば45デシベル以下というこのような基準が設けられているわけです。そしてでは、45とか50というですね、このデシベル、どれぐらいの音なのかということを、これをまたちょっと見ていきたいと思います。例えばですね、どれが分かりやすいかな。はい。例えばですね、洗濯機でも64デシベルから72デシベルの音の大きさですから、例えばですね、窓を開けて夜間に洗濯機を動かしているだけでも、環境省に定める騒音の基準を超えてしまうという可能性が出てくるわけです。ですが、部屋の作りが木造なのか、鉄骨なのか、壁に防音素材のものが使用されているかなどによっても、騒音に当たるかどうかが変わってきますよね。そうですね。ですが、裁判例での総合的という基準よりも、上記のような具体的な数値の方が分かりやすいと思います。では、実際に裁判で騒音が争われた事案を見ていきましょう。まず、被害者 Y さんが、加害者の X さんに対して騒音により精神的苦痛などを受けたとして、損害賠償を求めた事案を見ていきたいと思います。この事案は、まず、木造建築で音が響きやすい構造という、建物であったということ。そして、第一種中高層住居専用地域。この言葉自体は特に意味はないんですけども、要は住居が多い地域ですということですね。こちらの方の地域にあったということでございます。そして騒音の状況としましては、まず午後1時過ぎから早朝まで、その加害者の X さんという方は、数人の男性と歌を歌ったりですね、大声を出したり、するという騒ぎを起こしていました。そして2回目としてですね、この日のまた午前3時ごろ、加害者が騒いだために、この近隣住まわれていた被害者の Y さんがその苦情を述べているんですね。ただ、イルスを使われてそのお会いすることができなかった。その時の音の種類は1回目の時とおおむね同じであった。そしてそこでその被害者は管理会社の方に苦情の電話をかけて、そして管理会社においてその加害者の方に、実質の方のドアに誓約書ということで注意喚起を行っています。で、そして加害者は管理会社に連絡を取って事実と、違うとかですね、異議を述べていなかったという事案になります。そしてまだまだこの人の行為は続きます。3回目としまして、また違う日にですね、加害者を含む2人の大声をするという声があったことからですね、ことがありました。その時の音の種類もやはり、前回と1回目と同じような音だったそうです。そして今回はかなり大ごとになっていまして、警察へ通報、そしてまた管理会社とか被害者、加害者を含めて協議というのも行われています。そして4回目ということで、また午前2時ごろですね、かなり深夜に騒音発生、加害者をさせています。そしてこれによってまた警察が通報しているというようなことが起こった上で、ことが起こっていたというような事案になります。この時、このような時にですね、この裁判所というのは最終的にどのような判断をしたかといいますと、先ほど見ていただいた環境省の環境基準というものを使用して、一つの参考として判断しました。また、客観的に何デシベルというようなですね、基準ということの資料は出てはいなかったんですけども、管理会社の苦情
とかですね、第三者との協議とか、警察への通報状況などを認定しまして、そのような注意を促したにもかかわらず改選されなかったからということで、不法行為、要は加害者の方が違法な行為をしました。それによって被害者が精神的苦痛などを被ったということで、被害者の Y さんの、主張を認め、一部認めるというような形になってきます。このような事例からすると、やはり大家さんとしては、直接とか、または管理会社さんを通じて、生活騒音に関するクレーム等があった場合、事実関係を確認の上、早期に注意喚起を行っていくことが重要になると思います。何も対応しないということが問題なんですね。はい。事実確認と早期の注意喚起という点がやはりポイントです。次に、注意しても迷惑行為を続ける、借家人さんに対してどのようにすればよいか、非常に時間と労力がかかることになりますが、賃貸借契約を解除して裁判所に加害者 X さんの退去を求めていくという方法しかないかなというふうに思っています。ただ、先ほどお伝えした通り、騒音に関しては主観的な部分というのも非常に多いところでもありますので、その騒音を理由とする建物の明け渡しをした裁判例を見ていきたいと思います。請求の内容としては、賃貸人の大家さんの A さんがですね、ラジオを大音量で流すなどの迷惑行為を続けた賃借人 X さんに対して、賃貸借契約に違反したとして契約を解除し、建物の明け渡しを求めた事案です。この案件、結論としてはですね、賃借人の X さん、加害者さんですね、の行為がですね、賃貸借契約の禁止事項として規定された大音量でテレビ、ラジオ、ステレオ等の操作を行うことということの禁止事項に当たるということで、それを解除の理由として、迷惑違反行為をあるという認定をして、賃貸人、大家さんの請求を認めました。で、受任限度を超える、先ほど受任限度何度か出てきておりますけれども、その騒音に関する認定の判断、事情としては、まず、例えば午前6時から夜間までに隣の家でですね、聞こえる音量でラジオを流し続けていたとか、隣の家でもですね、音割れするほどの大音量でラジオを流すなどというような事実が認定されています。ここでポイントになるのが、やはり隣に住まわれている住民の方とか、その以外の住人の方に関しても、注意しても一向に止めなかったという事情があったようです。また、他の、その、まあ、隣の部屋だけではなくて、そのマンション以外のところからも、クレームが来ていた。そして、その苦情を述べていた住民が、その騒音理由として退去していたということもあったそうです。そして、賃貸のオーナーさんは、これらのことから、住戸の、募集の停止をしていたというようなこともあったのです。騒音の問題は、他の住民が退去してしまうというリスクだけでなく、新規募集すらできないことになり、アパートやマンションの賃貸業務に重大な影響を与えるわけですね。そうなります。また、裁判例では、騒音の判断基準については特に示されてはいませんでした。また、騒音の発生については客観的資料もなかったようですが、管理会社の苦情の申し出状況や、複数の住民からの苦情の状況、警察への通報状況から認定しています。大家さんから注意を受けたにもかかわらず、不誠実な対応に終始していたことなどが、契約違反、解除事由該当性、信頼関係の破壊、というような判断材料になったようです。まとめとして、騒音等の迷惑行為があった場合には、注意喚起を行ったにもかかわらず、賃借人の行動を改めないときは、賃貸借契約を解除するということが認められていくことになっていきます。また、基本的なことだと思いますが、賃貸借契約において、禁止事項という行為を禁止行為として定めておくということも、騒音を禁止行為として定めておくことも重要になってきます。詳しいご説明ありがとうございます。では、騒音問題が発生した場合、大家さんや管理会社はどのように対応していくべきでしょうか。はい。早期のまず一つ目として、早期の事実関係を確認を行っていく。騒音問題を放置することが、他の貸室の賃貸にも重大な影響を与えることを意識しておくことが重要です。他方、騒音かどうかは人の主観による部分も大きいため、二つ目として、
事実確認の中には苦情を出している方だけではなく、近隣の他の住民の方にも確認を取る必要があると思います。さらに、騒音行為が連続する場合には、例えば被害者に騒音測定器などを貸し出して、実際のその数値を測ってもらうことなども有益だと思います。騒音測定器は、まあ、数千円から数十万円のもので幅広くあるんですけども、それほど精密なものではなくても、まずは具体的な数値を測れればいいんではないかなと思います。事実確認の重要性、ヒアリングの重要ですよね。そして問題が生じた場合、注意喚起の、継続、そしてコミュニケーションの重要性です。対応が不十分な場合には、被害者の方から逆にオーナーさんが債務不履行、賃貸借契約の債務不履行を主張される可能性もあるわけです。騒音問題に適切な対応しない場合には、他の方も退去される可能性もあります。また、入居募集に支障をきたすなどの問題も発生する、発展することもあり得ます。加害者との関係で改善が認められた場合には、賃貸借契約を解除していく、そして明け渡しを求めていくということが大事になります。大家さんを一人で悩むことも多いと思いますし、ご自身で対応できない場合も多くあると思います。そのような時はもちろん弁護士に相談しても良いと思いますが、やはりまずは日々相談をしている管理会社さんの方に相談をされてはいかがではないかと思っています。なるほど。大変よくわかりました。本日はお忙しい中、原先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。